はい、こんにちは。いつも聞いていただいている方、どうもありがとうございます。今回が初めての方はよろしくお願いします。ただ翼です。このチャンネルはビジネスサンスを磨くというコンセプトで毎日配信をしています。今回はブランドについてです。マーケティングの観点からブランドについて掘り下げていきましょう。それでは最後までぜひお聞きください。よろしくお願いします。はい、今日のテーマはブランドについてです。 皆さんはブランドと聞くとどのようなイメージを持っているでしょうかマーケティングの文脈からブランドとは何かなんですけれども私の一言の定義がありますブランドとは顧客の好ましい感情が伴った商品やサービスなんです好ましい感情とは好きとか満足感共感誇り憧れこういったポジティブな感情移入がされているこうしたものはすべて日用品であってもブランドというふうに捉えています でブランドで大事な認識なのはブランドというのはあくまで顧客の頭の中にイメージとしてできるものなんですもちろんブランドというのは企業にとっては無形資産なんですけれどもマーケティングの観点からはブランドというのはこう顧客のもの、まあ、消費者とか B2B であっても企業相手企業の顧客の頭の中にできるもの従、まあ、ってブランドを作っていくときには企業側が直接コントロールすることはできないのであくまでブランディングという働き方に従って 結果として顧客の頭にの中にブランドが作られる。この認識が大事になります。では、ブランドはどのように作られていくのでしょうか。ここからはブランドができるプロセスについて見ていきましょう。はい、でブランドができるプロセスは、うんと、シンプルに言うと3つなんです。まずは、ユーザー体験がされる、まあ、商品とかサービスの利用ですね。で次に、体験によって感情が形成される。まあ、先ほどの好きとか、 共感する満足するといったような感情形成になりますそしてそこから価値イメージが定着していくんですねでここで言っている価値イメージというのは商品とかサービスを使うことによってこういう価値が自分に提供してくれるという価値の蓄積です価値イメージというのは専門用語では「知覚価値」というふうにも表現するんですがその価値が定着していくことによってその商品はこうらしさ 独特の優位性を持ったらしさというのが頭の中にできていってそれが定着していくとやがてはブランドとして認識されるようになりますでここから言えるのは強いブランドかどうかというのはあくまで価値提供の結果なんですよね最初に価値提供があって、まあ、それを使い続けてもらう価値がずっと高く長い期間続くことによってかつ、まあ、一貫性のある価値提供がある、まあ、こうした商品ブランドほど 感情移入が強くなって結果として価値イメージもすごく強いものになります。これが強いブランド、それだけ深い感情移入だとかずっと体験されている感情移入があってそして価値イメージが強くなっていく、これが強いブランドの特徴になります、はい。というわけでそろそろクロージングです。今回はマーケティングの文脈からブランドについて見てきました。内容 まとめておくと、ブランドとは何かなんですけれども、顧客の好ましい感情が伴った商品とかサービス、これをブランドというふうに定義しています。好ましい感情というのは、好き、満足感、共感、誇り、憧れといったようなポジティブな環境です感情ですで。ブランドができるプロセスはどういうものかというと、ユーザー体験があって、そして感情移入、感情が形成される。そして、 顧客の頭の中に価値イメージがこう定着していく。その定着の期間だとか強いほど、うん、その商品とかブランドというのは強いブランドになっていきます。はい。今回も貴重なお時間を使って最後まで聞いていただきありがとうございました。このチャンネルではビジネスセンスを磨くというコンセプトで毎日配信をしています。次回もぜひ聞いてみてください。また チャンネル登録をしてフォローいただけると新しい配信を見逃すことがなくなります。まだの方はぜひぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日をお過ごしください。